きの警察官は？アコライツのホムンクルスです。人造人間。そんな、映画とか特撮じゃあるまいし。特撮じゃないなら錬金術を使えばいいんです。変な悪魔を呼び出して負けたら溶けて消えた。人造人間ですからね。とにかく説明する手間が省けました。ああいうのがあちこちに潜んでいる。警察は危ないんです。警察に届け出るのは主犯を取り押さえてからです。連続行方不明事件、連続失踪事件はやはり連続誘拐事件でした。テレビ局のカメラクルーに誘われれば、人はあまり警戒せずにロケバスだしと軽い気持ちで車に乗ってしまうでしょう。犯人はそんな油断を利用して犯行を繰り返していたんです。どうしてこの繁華街に？理由は二つ。ここで応援と合流します。その応援が護衛を受け継いでくれるんです。そしてもう一つ、ネットの目撃情報でこの繁華街で例のロケバスを見たという人が。行ってみましょう。そこで様子を見て怪しいところがなければスルー。怪しかったら？こちらが仕掛けなくても向こうから仕掛けてくるでしょう。護衛対象のあなたを危険に巻き込んですみません。しかし増援と合流するまでは私たちと一緒に行動を。うん、わかった。噂をすれば影、あのロケバスですね。見つけた。問答無用ですか。おいで、私の悪魔だ。私からのレクチャーもいよいよ大詰めです。今回は MP について学びましょう。すでに気づいていると思いますが、スキルを使うと MP を消費します。ちなみに私は MP というと MP5 が思い浮かびます。機関銃ですよ。知りませんか？そうですか。
無事ね。